はい、今日は消しゴム作りを買ってきました。今日ははるくんと一緒に、消しゴムがどれだけ作れるかやってみたいと思います。これはちなみにこれ全部で100個です。あ、1000個ですね。100個。おー、すごい多いですよね、これ。あと袋とあのお玉が入っています。じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、中に入っていたものは消しゴム、すくった消しゴムを入れる袋100枚と消しゴムをすくうお玉1つですね。あと消しゴム1000個。何種類あるのかな、ちょっと数えるの大変そうですけど、あと本当に1000個入ってるのか調べたいですね。なんかそう、まあということで早速やりたいと思います。はるくんと一緒に勝負。でも本当に1000個どうやって入れてるのやら、1000個ちょうど。あれ、あんま中身が変わらない。はい、じゃあ早速勝負したいと思います。じゃあまずはるくんから。いいよ、はるくん取って。え、1個、はるくんの取れた数1個。はるくん貸して。なんで、なし。待って、これだ。やった、取れた。はるくん、もう一回やっていいよ。じゃあ、これを戻して、まず戻して、はい、ちょっと待って、取りやすくしてあげる。ギそういう取り方するの。何種類あるか調べたいな。早く調べていい、何種類あるか。いけますか。はいはい、ちょっと調べ。はい、はい、私の記録は47個でした。まあ、はるくんの記録はよくわかりませんね。でも結構47個ってすごいにゃ。残っちゃう。結構集めてみたら30種類ぐらいでした。結構バリエーション豊富ですね。じゃあはるくん、もう一回やろう。はい、2回戦やります。ちょっとダメだって。まあ、だったら手づかみでいくか。手掴みだったらいくらでもいけるだ、はるくん。よっしゃ。はい、手掴みで取ると63個でした。はるくんは行くぞ。はい、今日ははるくんと消しゴムすくいをしました。まあ多分これで一生
消しゴムに困ることはないと思います。でも乾いて使うのもったいないですね。あと遊べますね、これ歩く一回ちょうだい。まあ、ということで今日はこれね、消しゴムすくいをして春くん自身集めました。まあ、先行入りで、まあ、ほど困ることはないんで消しゴム買わなくていいと思います。ではまた見てね、バイバーイ。